皆さん、こんにちは、ミーシャです。この度は、国連生物多様性の10年、国際キックオフイベントが、石川県で開催されますこと、お喜び申し上げます。本日は、残念ながら参加することができないのですが、会の成功を心よりお祈りしております。去年10月、国連生物多様性条約第10回締約国会議、通称 COP10 が無事閉幕いたしましたが、名古屋議定書や愛知ターゲットなど、重要な取り決めが結ばれた以外にも、日本国内で生物多様性という言葉の認知度が上がるなど、非常に大きな進歩があった1年となりました。2011年からは国連が定める生物多様性の10年が始まりました。これから10年間をかけて、世界中の国や機関、そして専門家や企業など、さまざまな立場の人々が生物多様性について、これ以上の損失を食い止めるための活動を行うことになります。そしてそれは専門家ではない私たちも同様です。私たちがお店で手に取るもの、家の中にあるすべてのものが生物多様性に関わっています。例えば手に取るものの、そのルーツを考えてみることからも、その関わりが見えてくるのではないでしょうか。私たち一人一人が、生物多様性とは何かを知り、生物多様性を意識し生活をしていくこと、そして保全のために何をすべきか考え、行動を起こすことがとても大切です。今年5月から石川県と津幡町の皆さんのご協力を得て、ミーシャの森プロジェクトがここ石川県で始まりました。森を舞台に森林保全や環境教育、アートプロジェクトを通じて生物多様性の重要性を発信しています。今年津幡町の小学生が春、夏、秋と森で生き物調査をしてくれました。子どもたちの発表は、当たり前の景色の中にあらゆる命のつながりがあることを教えてくれます。私たちは生物多様性の中に生きています。その事実をたくさんの人が知り、理解し、行動を始めれば、この世界はきっと変わっていきます。生物多様性について、生きていくこと、つながっていくこと、未来へ続いていくこと、これからも引き続き伝えていきたいと思っております。